確かに。ここかな、大丈夫かな。まあすぐ終わるし、なんならそこに豚おるやろ。その豚を出してあげてくれ。無理かな。出したらレオポンの屋根の上に折ってあ、そのサライムの今折るとこの今豚出したやんか、そこにな4マスぐらい穴開けといてくれへん。うん、4マスぐらい。うん、中。あ、もうちょい左の方。うん。海を見て左やな。うん、それで多分いけると思う。で、レオポンのとこ行ってみて。大体俺が何するかちょっと分かってると思う。
ゆっくり来てるやろ。さらに録画してアップしといて。上からはちょっと見にくいな。終わった時に。でそのデータを俺にくれたら俺が YouTube にアップする。ちょうどやろ。でもずれるかな。逃げた。おおいいね。これあれやで。実は夜明るくなるでこれで。神やね。あ、ここジャンプいけそうや。ちょっと飛んでみるわ。おお、おお、耐えたぜ。あ、ほんまや、下から見たらすごいな。むっちゃ燃えてるやん、ここ。何が燃えてんの。あ、柵が燃えてんのか、これ。危ない。キモエンちゃん。いや、もうええやん。あ、大丈夫。どうしたいって。ギリギリのとこ流れてる。羊死ぬぞ。
大丈夫。キンキラキンのゾンビ。倒したら。全身金色。あ、受けが金色か。泳げない？沈んでた？泳いでたら多分陸地に来るんじゃん。
上から下には行けるで、下から上はちょっと息が持てへんかも。また多分ダイブすること